自画像、シャルル・ルシアン・レアンドルは、フランスの画家、イラストレーター、彫刻家である。ノルマンディのオルヌ県のチャンプシークレットで生まれた。父親は1868年に没するまで市長を務めていた。16歳の時、画家、版画家のエミール・ビンに出会い、ビンから2年間、美術の教育を受けた。その間、最初の風刺画を描いた。1880年に、 友人のエリオとパリの国立高等美術学院に入学し、アドルフ・イボンやアレクサンドル・カバネルのクラスで学んだ。1882年にパリの学校で美術講師となり1897年まで教師も務めた。教職の傍ら、サロンド・パリへの出展を続け、1888年には入選し、1891年に2位を受賞した。 1889年のパリ万国博覧会の展覧会で同賞を受賞した。サシエ、風刺画の分野では、レシャノアール、ラビモダン、フィガロ、レ・リール、グラン・ギニョールといった雑誌、新聞にサシエ、ギガが掲載された。1904年に漫画家協会を、レオネット、カッピエロ、アベル・フェーブル、フランシスク・プール・ボ、ジャンルイ・ホラン、ジョルジュ・グルサ、 ジュール・シェレラと設立した。1921年にフランス芸術家協会の版画部門の名誉メダルを受賞した。1925年にレジオンドヌール勲章を受勲した。パリで没した。ありがとうございます。